中京 TV スポーツ。はい、まず幹事社からインタビューさせていただきます。はい、サインはされましたでしょうか。はい、しました。今年は本当に飛躍の年だと思うんですが、大体数字で言うと何倍ぐらいの金額的に4500万になりました。はい、昨年は1000万を少し切る金額から大幅アップと、それを数字を見て今どんな。そうですね、もう率直にとても嬉しいですし、僕自身こんだけ上がったのも7年目で初めてなんで、本当にこういい位置になったなというふうには思います。現役ドラフトで、ドラゴンズに行くと決まったときからいろいろ覚悟はあったと思いますが、もうスタートの時は今振り返ってもらえますか。いや、本当にまさかこんな、位置になるとは正直思ってなかったですし、本当にドラゴンズに、拾っていただいてよかったなっていうふうに、思っているので、現役ドラフトで移籍してきて本当によかったなっていうのが一番ですね。やはりキャンプの時からの打撃フォームの改造であるとか、はい、意識の改革とか、そういったことがこの成績につながったんでしょうか。そうですね、もうキャンプから、監督、コーチ、和田さん中心に本当にやっていただいてたので、本当にそれが自信につながりましたし、僕自身の力だけではここまで、できなかったと思うので、本当に皆さんの、力があっての、この成績だったなというふうには感じています。はい、球団の方からどういうお話があったんでしょうか。そうですね、来年はもっと、やってほしいというふうには言っていただいたので、僕自身こう1年で終わらないように、来年もまずは1年間しっかり出て、活躍するっていうのが、一番かなというふうには思ってます。スタートは開幕もスタメンではありませんでしたし、ホームランも4月はなかなか出なかったんですが、5月一気に月間 MVP まで行ったんですが、はい、このあたりの感覚はどうだったんですか。最初ホームランは出なかったんですけど、そこは気にするなっていうふうには言っていただいてたので、ヒットが、出てたので、そのうちホームランも1本しっかり出れば、続くと自分でも思ってましたし、5月入ってホームランも出だして、バッティングも、いい感じだったので、ああいう5月のバッティングが今後もずっと1年間通してできれば、成績自体もっと良かったと思いますし、この1年間通してこう落ち幅を少しでも減らせればいいかなというふうに思ってます。オールスターにも選ばれ、牧選手は宮崎選手と肩を並べて、はい、試合ができたってどうでしょうか。いや、まだ全然肩を並べたと思ってないですし、まだまだこう上の存在だと思っているので、来年もまたそのオールスターっていうまあ出たいですし、目標でもあるので、こう毎年出れるような、成績残して、こうオールスターに毎年出場したいです。はい、ご自身の中でも今秋になって少し打率が落ちてホームランは続いたんですけど、そのあたりやはり課題というのも感じていらっしゃるんでしょうか。そうですね、はい、後半入って、率も結構落ちたので、やっぱり攻められ方だったり、もっとこう自分でいろいろ考えて、頭を使って、バッティング自体も、修正するところたくさんありますし、去年のこの経験を生かして、来年にしっかり生かしていきたいなっていうのは思います。特に秋も和田コーチの指導を受けながら精力的にバットを振ってましたが、具体的にはどういった点を改善したいと思いますか。いや、まだ細かいところでちょっとこう、いろいろあるんであれなんですけど、タイミングであったり、足上げたときに前に突っ込むであったり、こういろいろとまだ開きであったり、いろいろとこうもっとこう確率が上がるっていうところではまだまだ、練習するところはたくさんあるので、
まあ、僕のこの力を生かして、もっとホームランだったり、まあ、打点もそうですけど、確率を上げていければホームランも増えますし、チャンスでのバッティングであったり、まあ、そういうところもこう、秋しっかり取り組んできたので、まあ、オフもこう続けて来年また変われた姿をお見せできたらいいなというふうに思ってます。当然あのチームの立ち位置といいますか期待というのは大きくなったと思うので、来年に向かって目標を願います。まあ、今年は、まあ、ピッチャーの方々も本当にこう点が取れず、勝たせられなかったので、まあ、僕自身本当にこうチャンスでも打てない部分もたくさんありましたし、本当に来年はこうチャンスでバッターというかこうピッチャーにこう一勝でも多くこうつけられるような、勝負強いバッターになれたらいいなというふうに思ってます。今年は、24ホーマー、来季のホームランどれぐらい期待しますか？まずは30本は目標にして、やっていきたいなというふうに思ってます。となると打点もアップしてということになりますか？そうですね、もう打点っていうのは一番こだわりたいですし、まあ、さっきも言った通り本当にこうピッチャーに勝ちつけられるような、もう本当にチャンス強いバッターになりたいですね。これからのオフ2ヶ月も非常に大事になると思うんですが、どんなオフを過ごそうと思いますか？いやもう、キャンプでやってきたことをもう、やっていくだけだと思うので、もう特に練習を変えたりだったりとかもうすることなく、キャンプでやってきたことをもう継続してやっていこうかなというふうには思ってます。はい、ぜひあのドラゴンズのファンね、こう数年悔しい思いしてるのでファンに向かってちょっとメッセージをお願いします。はい、まあ本当にこうバンテリンドームで本当に1年間、すごい声援を送っていただきましたし、もう本当に来年は優勝できるように、ファンの皆さんに恩返しできるように頑張りたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。代表からこうです。どうか質問ありますでしょうか？はい、どうぞ。名古屋テレビの松本さん、背番号とかを変える予定とかってありますか？まだちょっと未定です。はい、分からないです。はい、よろしくお願いします。1年間名古屋で過ごされて、何か名古屋で好きになったところってありますか？結構こう、まあ、先輩方でも結構ご飯とか誘っていただくんですけど、まあ、食事行く機会が結構多いので、まあ、ひつまぶしとか結構弟も名古屋にいるので、弟と結構うなぎであったりひつまぶしは結構行くことが多かったので、まあ、結構あの僕自身もうなぎ好きですし、まあ、非常にこう結構、たくさん行くので、まあ、好きなとこというかあのよく行くとこかなって感じです。まだ僕の方が食べるかなって思います。はい、ありがとうございます。和久井さんとの食事会も増えるといいですね。そうですね、はい、あの本当に、食事の時も本当に楽しいので、本当にこう1年間こう和久井さんにも本当にお世話になったので、はい、また来年もこう打って恩返ししたいです。その他、はい、東海ラジオです。チームにそれから名古屋に溶け込んだっていう実感、まあ、今の話でもあるかと思うんですけど、はい、改めていかがですか？まあ、本当にこう先輩方も、まあ、後輩もそうですけど、こういろいろこうあの入ってきた時から本当にこう話しかけてくれて、まあ、チームには本当に溶け込みやすかったので、まあ僕自身本当にこうドラゴンズに来てよかったなっていうふうに思ってますし、本当にこのチームで優勝したいなっていうのが一番です。